不要再讲误切的手，离嘴巴越来越近了，好烦啊你们。背筋を伸ばした姿勢になれたはずだよ。あのジャスティスロボの衣装にあったある特徴のおかげでね。そうだ、あの衣装って設計ミスのせいで腰が全く曲がらないんだ。そもそも本当に設計ミスだ。三田死了，还要搬两个人，果然是到死了工具人。計算して作られた超高效級的工具人。セレスさんたちはそんな特徴がある衣装を気絶した科学薬に着させることで、あの画像をでっち上げたんだよ。あの不審者の存在を僕たちに信じ込ませるためにね。どうやらチェックメイトのようだな。チェックメイト。メイト。不要再聊俄罗斯了，禁止聊俄罗斯方块。坏掉了，坏掉了。坏掉了，坏掉了，坏掉了！ふざけてんじゃねえぞ、このダバ！あ、何がチェックメイトだ？セレスちゃん、どうしても私を犯人に仕立て上げたいらしいが。最生气的那一种。大きな間違いですわよ。お忘れですか？山田君が死に際に残したあの言葉よ。ヤスヒーロー。犯人の名前を聞かれた山田君ははっきりと答えていましたわよね。犯人はヤスヒロだと。つまり葉隠れヤスヒロなんだよ。お俺はヤスヒロなんて名前じゃねえって。実はキャロスケって名前で。そういうわけのわからぬ嘘をつくか。不要再说莫名其妙的谎。だけど山田君が言った安弘って本当に葉隠れ君のことを指している。安弘不是。哇，好凶啊，烧死你。どういう最凶的那一种。思い出してみて、山田君のみんなに彼は私たちのことをどんな風に呼んでいたか。家宰吗？哇，忘记了。这个吗？那是夜影，对不起。他叫什么？私たちのことをどんな風に呼んでいたかしら。那叫什么？全名吗？干嘛真的忘记了？フルネームだ。例えば、苗木誠殿。だから山田君が葉隠れ君を名指しするつもりなら、葉隠れ康弘殿って呼ぶはずなのよ。たまたま。その時だけ。たまたま。刚好。这个翻译六六六六六，这个翻译六。随分と都合のいい解釈をするのね。ありえないよ。山田君はいつものようにフルネームで犯人の名前を言おうとしたはずよ。だけどその途中で力尽きてしまった。そう、山田君が示そうとしたのは、例えば名字が安弘の人物とか。だがそんな名前の人物など哀悼する者はいないぞ。只有一个人有可能。可能性のある人が一人だけいるよ。今まで本名を明かしていないセレスさん。はあ。言いかかりもそこまで来ると笑えますわね。就是你。適当なこと言わないでくださる。私が安弘なんてどうせ名字のわけがねえだろうが。这么土的姓。チャンネルズ。对全部叫姓安弘的人道歉。よし、耳の穴をがっつりかっぽじってよく聞きやがれ。私の本名はセレスティア・ルーデンベルク。何度も同じことを言わせないでいただけますか。你的名字、君の名は。山田君が示そうとしたのは名字は安弘の人物だったはず。この中に安弘って名字の人がいるとしたら本名を明かしていない。だから何度も言った。私の名前セレスティアル。いつまで言い張る。言い張るも何もそれを確かめる方法がないでしょう。そら
让我看看。让我看看你的电子手册。確か、電子生徒手帳って起動時に持ち主の名前が表示されるはずだったよね。最初にモノクマも言ってたはずだよ。つまり、電子生徒手帳を確認すればはっきりするはずなんだ。セレスさんの本名がさ。侵犯你私权。見せませんわよ。让我看看你的名字。そろそろ本当のことを言ってくれないかな。君の名前は。私は王手されたとしても諦めない価値なんですの。だって。快掉了。決着するまでは何があるかわかりませんだろうが。だったら。完全に決着させるよ。もう一度最初から事件を振り返って、それで高潮推理、高潮在線推理。噔噔噔，这个是什么呢？被怂恿成为共犯的人是，应该没错吧？感觉怕怕的。哎、欸，这可以显示他这个，哎、欸，不能显示，好吧？我们约出来时间是。六点，有六点了吗？怎么又是这张图啊？这张图永远都在哎、欸，这张图也在。是哦，娱乐师这个吧，约出去的是这个衰鬼。让某个昏睡的人穿上服装，那时候，哦，假，知道假，这个，时间是六点，这是七点，六点，台这其实是六点，应该不是吧？先放放看好了。来，干，这潜水几号？我还真的是忘了，四号吗？他故意放反正是不是？某个东西，是血吗？主管用了。看一下时钟方向。不是七点吗？就是一点吗？算了，随便啦。用了魔东西假造成，是这个吗？这个吗？不对，这两张图是一样的。这是什么啊？看，表带判断。哎呀，表带，它有表带吗？哦，这是表带是。真的，真的啊、好聪明啊、我的妈呀，你们怎么那么聪明啊？这个到底是什么啊？这个到底是什么？但是不知道
这样应该没错。这个吗？是这样吗？试试看，不管，试试看。犯人は今回の犯行に及ぶ際、まずある人物と手を組んだ。その人物は肥宅马上就被骗了。犯人が山田君を共犯者にすることで一連の事件を可能にしたんだ。彼らはまず昨日の深夜1時にある人物を娯楽室に呼び出したんだ。呼び出されたのは葉隠れ君だよ。犯人たちは水晶球、干掉水晶球、打ち上げるために天天都有水晶球。そして薬で眠らせたんだ。そして眠らせた葉隠れ君にジャスティスロボの衣装を着させた後、山田君はジャスティスロボに捕まっているような演技をして、是一亿元的玻璃球。つまり容疑者に仕立て上げる証拠作りのために、その後犯人たちは眠ったままの葉隠れ君をプールのロッカーの中に閉じ込めた。そして午前6時、ついに犯人たちは殺人を実行に移したんだ。彼らは物理準備室に石丸君を呼び出した。そこで石丸君は山田君に殺されてしまった。これが最初の殺人だよ。その時使われた凶器が物理準備室に落ちてたジャスティスハンマー4号だ。最初の殺人なのに4号のハンマーが使われたのは犯行が起きた順序を誤認させるためだったんだ。その次に犯人と山田君が行ったのは2件の襲撃事件をでっち上げることだった。彼らはそこで被害者になりすましたんだ。容疑をジャスティスロボに向けるためにね。1件目の偽装は娯楽室での襲撃事件だった。そこで犯人はジャスティスハンマー1号と例のジャスティスロボの画像を僕らに見せることで、その襲撃事件を僕らに信じ込ませようとしたんだ。そして2件目の偽装、図書室での襲撃事件の時は傷ついた山田君とジャスティスハンマー2号を見せつけることで事件を捏造したんだ。こうして2件の襲撃事件をでっち上げることで犯人たちは僕らにある先入観を植え付けたんだ。謎の不審者がハンマーを大きくしながら次々と人を襲ってるってね。そしてそれを信じ込んでしまった僕らはすぐにその不審者の捜索を始めたんだけど、哎，没错，耶、目前都答对了。山田君だけを保健室に残してしまったんだ。それは山田君の狙い通りだった。そうやってまんまと一人になった山田君は冷蔵庫にあった輸血バッグとジャスティスハンマー3号を使って男人为了 AI 男 AI 男人杀了另一个男人，干！真的是男人为了男人杀，男人为了 AI 男人杀了另一个男人。それを発見したんだ。しかもその時物理準備室では石丸君の死体が発見されてたんだ。そしてそこで流れた死体発見アナウンスのせいで僕らは山田君が死んだと勘違いしてしまったんだ。僕らを騙した山田君は为什么高中生能想出这么好的犯罪？保健室から抜け出したんだ。その後山田君の死体が消えたと知った僕らは慌てて保健室に集まってしまった。その隙を突き今度は物理準備室に忍び込んだ山田君は石丸君の死体をビニールシートで包み台車を使って美術倉庫まで運搬したんだ。これが死体消失事件の真相だよ。觉得开心。山田君は知らなかったんだ。
他是这样子吗？新犯人的犯行計画的結末を。本当の結末。それは共犯者である山田君を殺すことだった。一定都是在看柯南学的。没错，我也觉得一定都是柯南看太多了。事件の全てだ。そしてこの計画を実行していた主犯の人物は。图片还用的那么酷哦！セレスさん、君の負けだ。負け？嫌なんて。竟然会输。言葉を聞いたのは、好久没听到那个词了。重い言葉ですわね。認めるんだね。君が犯人だってこと。嫌ですわ。君だなんて。そんな教授みたいな口ぶり。セレスティア・ルーデンベルク。いえ、惜しくは安弘太鼓でいいですわ。安弘太鼓。安弘太鼓。ようやく認めたか。負けを宣告されてあがくほど王将際は悪くありませんの。そうか。耶、モノクマさん、それでは始めてくださる？いえ、君は負けだ。ですわね。ふむふむ、お待ちかねの。投票タイムですね。ではお前らはお手元のスイッチで投票してください。总共在审判中八次了八次，还好啦，才八次。黒となるのは誰なのか。その答えは正解なのか不正解なのか。噔噔噔。跟你啪啪啪之类的吗？应该不是吧。利用了那个，利用了我的那个，是吗？不是啦，相当着迷的那个东西。阿娘阿娘，这个，小宝，直接在这边讲给人家听可以吗？不行吧。なるほどね。実は。よろしいですか？利用了黄金马汗国。それでは。跑来我房间，然后有点难以启齿、啊、他强迫我、还拍了照片，不妨他家传给大家看。其实也不用那么害怕，了不起就是这几个人在看而已，没什么大事。
求丝，请丝一下，丝丝丝，楼下全都丝。一定要杀了石丸。実は。感谢大大无私的分享，楼主好人一生平安。瑟雷斯点点 JPG。笨啊啊不然呢为什么 ACG 中的 ACG 作品中 ACG 仔仔都是这么惨？真的，仔仔仇视仔仔啊！仔仔都觉得仔仔很恶心，所以让他们死。完全坏掉了。いいですわね。我有一个梦想。まったく。什么梦想呢？会在地下赌场赌上性命，拼命赚钱，全都是为了那个梦想。素敵ですわ。住在夕阳的城堡里。召集全世界的帅哥担任我们管家兼护卫队，他这个发型很好看的，让他们扮成吸血鬼不是合情趣。What the fuck？ 这什么诡异的东西呀、啊？仕方がありませんわね。あら。お分かりですか？何？そう。そうですわね。素敵ですわ。
成为玛丽·安东尼。哎哎これを渡しておきましょう。あれは果たして希望なのでしょうか。究竟是不是希望呢？私にはそうは思えませんでしたわ。だからこそ、いえ、打足ですわね。それではごきげんよう。また来世でお会いしましょう。狩猎烽火行，哇，看不到胖子，镜头再高一点点就可以了。结果最后是被消防车撞死。只要尸体没碾烂，还能趁热要干嘛？身体做了什么？你对箱子的身体做了什么？哦 ，BGM 来了 ，BGM 来了，噔噔噔！居然一下来就要高潮了。それは。おい。ええ。
ねえ。なんだ。それは。おい。なんだ。你也有可能是那一间。じゃあな。是怎样？有人已经剪精华了吗？太快了吗？啊，真的，好，先放着。一起去洗澡？原来是这样啊！那还行，那女孩都对，折号男孩没折号，谢谢你哦。谢谢你，招之奈。じゃあ。哎嘿嘿，觉得这个越来越可爱了，想有点想要这个 AI， 想要这个软体。我婆响子果真厉害，响子赛高。哦，干爹，你婆最厉害，你婆最厉害。干爹，你又没有刚刚看到各种精彩的言论呢、啊？还好你刚刚不在。现在没必要说。水遁，相信我之术。そうね。いいわ。男性器材放置哪里啊？器材放置东西在哪里？在哪里？有吗？它放在哪边？哦，到南侧旁边是不是？看来是普通的器材放置室。啊！被吸进去了。不可以从这里出去。好像似曾相识，不可以从这里出去这句话，之前好像在哪里也听过。想不起来。在星爆之后，一片黑暗。
都不见了。胖死！刚刚那个是胖死，吓了我一大跳，吓了我一大跳！我的妈呀！お前どういうつもり？答えろよ。どういうつもりなの？僕に逆らおうなんてさ、約束が違うじゃん。我は決めたのだ。もう引かぬ。もうこびぬ。もう我は決心したのだ。お前と。あ、そう。でもさ、そんなことしてどうなるか分かってるの？忘れちゃったわけじゃないよね。人質の剣。三张 end， 死了三个人，该剩七个人了。每一代都要对决，没错，每一代都要对决。超合金正义机器人。